で、D、まず使うコード D、で次 Em7、ちょっと入ってくる。とりあえず今ここまで一回言ってます。で、注目したいのは使う指と、あとは離さなくていい指とかね、その指の動き方。まあ、とりあえず D は、D から Em7 はピョンと飛んでしまいます。で、こっから次 G に行くんだけど、Em7 のこの中指っていうのがそのまま使えるんだよね。だから Em7 押さえてる時にこことここを次加えるんだっていうふうにちょっと準備しておくと、で加えて、で次 A で、今 A はね、ちょっと1本、さっきは弦間違ってたかな。で、今度 A から D、 A から D は薬指が2フレットから3フレットにずれるっていうような形になる。だから薬指を離さずにずらして、で、この人差し指と中指はこういう。次 G on B、 ここも薬指が今度共通してます。ここから、小指を加えて、で人差し指はピョンと5弦の2フレットまで、よいしょと。寄り添ってるような感じ。この C に小指を加える形になる。から C7 というのは結構変わってる、もう押さえ方全然違うような気もするんだけど、この中指薬指のこの関係は、位置関係っていうのはそのまま使えるから、スルッとこっちに、人差し指はグッとちょっと引きつつ、この2本は前に出す。からスッと、で小指を添えて C7 を作る。で、ストロークはン、16分音符のところが少し、こういう感じ。じゃあ一回いってみます。
イミングは今16分音符のチャンチャッカって最後のアップ、この時に手が離れてる状態になります。ギリギリまで押さえなくても大丈夫。だから最後のアップはこう0000っていう音が実際は聞こえてるような感じになるんだけど、この感じ、この時に移動してるような状態。抑えてももちろんいいんだけど、抑えることによってなんかね、逆にちょっとなんか詰まって聞こえるっていうか、だからゼロを挟んだ方が流れとしてもね結構聞きやすくなる。で同じようにその C7 の先もちょっといってみます。最後は、D7、 D から D7 で、これは、まあ、形のイメージとしては三角と逆三角、まあ、どっちが逆三角かって言われるとちょっと微妙だけど反対の三角っていうイメージがあればちょっと全部少し入れ替えるような動きに